じっとしてるのは性に合わないんだけど、あんまり放置してるとさすがに私も怒るわよ。あんまり放置してる。私の番ね。行けくれなさい。はい、行けくれなさい。あたしに任せて。アタック、アタック、えいえい、アタック。一気に決めるわ。私の番ね。元の時代に戻るわよ。
ずじゃなかったのに。私が望んでいたのは。ようやく見つけたわ。あれが、すべての歴史を司る図書館。よし。しかし、本当に存在してたなんてね。噂を聞いたときは眉唾だったけど。この世界の始まりから現在まで。ありとあらゆる事象が記録された図書館。少しは楽しめるといいんだけど。ん？何？流れ星？こんな真っ昼間に。違う。あれ、人だわ！間に合うか！ちょっとあんた、大丈夫？一体どこから落ちてきたのよ。気を失ってる。死んではいないわよね。怪我もなさそうだし。置いてくわけにもいかないわよね。まったく、でっかい荷物拾っちゃったわ。到着って、ここが噂の大図書館。すごいわね、まさに本の山だわ。と、考えにふけるのは。ですからここです。あら？この子も目を覚ましたの？はい、アイレスさんが調査に行ってすぐ。だからって普通、一言ごと。それは、はい、いえ、み、あ？IFさんが一人で調査に向かってからもう3日経ってます。3日？そんなに気絶してたの？私って、それならそれで普通もっと早く探しに来ない？ですから、その本当に焦っていまして。はぁ、もういいわ。改造しちゃったものは仕方ないし、ちゃんと元に戻せるのよね。はい、今回の件が解決したら必ず。それともう一つ。まだ何かあるの？重ね重ね申し訳ないのですけど。私に行けって言うんでしょ。いいわよ。え、よろしいのですか？あなたの体じゃバイクの運転なんて無理でしょう。そうなんですけど、もしかしたら危険かもしれませんし。冒険家に危険はつきものよ。ここに決まりね。
よいしょっと。よいしょっと。ふう。えい。よいしょっと。セガハードガールズ夢の合体スペシャル。